藪の中、芥ク川龍之介ュウケ。ビ氏に問われたる、木こりの物語。さようでございます。あの死骸を見つけたのは、私に違いございません。私は今朝、いつもの通り、裏山の杉を切りに参りました。すると、山陰の藪の中に、あの死骸があったのでございます。 あったところでございますかそれは山品の駅路からは四五丁ほど隔たっておりましょう。竹の中に痩せすぎの混じった人気のないところでございます。死骸は花田の水管に都風の錆ビ星をかぶったまま仰向けに倒れておりました。何しろ一刀とは申すものの、 胸元の突き傷でございますから、死骸の周りの竹の落ち葉は、巣王に染みたようでございます。いえ、血はもう流れてはおりません。傷口も乾いておったようでございます。おまけにそこには、馬場えが一匹、私の足音も聞こえないように、べったり食いついておりましたっけ。立ちか何かは見えなかったか いえ、何もございません。ただ、そのそばの杉の根形に縄が一筋落ちておりました。それから、そうそう、縄の他にも櫛が一つございました。死骸の周りにあったものはこの二つ切りでございます。が、草や竹の落ち葉は一面に踏み荒らされておりましたから、きっとあの男は、 殺される前に、よほど手痛い働きでもいたしたのに違いございません。何馬はいなかったかあそこは一体、馬謎には入れないところでございます。何しろ、馬の通う道とは、やぶ一つ隔たっておりますから。ケビー氏に問われたる、旅法師の物語。あの死骸の男には、 確かに昨日会っております。昨日の、さあ、昼頃でございましょう。場所は関山から山品へ参ろうという途中でございます。あの男は馬に乗った女と一緒に関山の方へ歩いて参りました。女は虫を垂れておりましたから、顔は私にはわかりません。見えたのは ただ、はぎ重ねらしい、絹の色ばかりでございます。馬は月毛の、確か、帽子紙の馬のようでございました。竹でございますか竹は、良きもございましたか何しろ、舎門のことでございますから、その辺ははっきり存じません。男は、 いえ、太刀も帯びておれば、弓矢も携えておりました。ことに黒い塗りエびらへ、二重余りそやを刺したのは、ただいまでもはっきり覚えております。あの男が火ようになろうとは、夢にも思わずにおりましたが、まことに人間の命なぞは、にょろくにょでんに違いございません。やれやれ、 何とも申しようのない、気の毒なことをいたしました。ケビー氏に問われたる方面の物語。私めが絡め取った男でございますかこれは確かに、多マ丸という、名高い盗人でございます。最も,も私が絡め取った時には、馬から落ちたのでございましょう。慌た口の石橋の上に、 うんうんうなっておりました。時刻でございますか時刻は昨夜の初校頃でございます。いつぞや私が捕らえ損じた時にも、やはりこの紺の水管に打ち出しの太刀を履いておりました。ただ今はその他にもご覧の通り、弓矢の類さえ携えております。さようでございますか あの死骸の男が持っていたのも。では、人殺しを働いたのは、この多常丸に違いございません。皮を巻いた弓、黒塗りのエビラ、鷹の羽のやが17本。これは皆、あの男が持っていたものでございましょう。はい。馬もおっしゃるとおり、帽子紙の月毛でございます。 その畜生に落とされるとは何かの因縁に違いございません。それは石橋の少し先に長いはずなを引いたまま道端の青すつきを食っておりました。この多條丸というやつは落中に徘徊する盗人の中でも女好きのやつでございます。昨年の秋鳥辺寺のビンずるの後ろの山に 物詣に来たらしい女房が一人、女のわらわと一緒に殺されていたのは、こいつの仕業だとか申しておりました。その月毛に乗っていた女も、こいつがあの男を殺したとなれば、どこへどうしたかわかりません。差し出がましゅうございますが、それもご仙義くださいまし。ケビー氏に問われたるオーナーの物語。 はい、あの死骸は手前の娘が片付いた男でございます。が、都のものではございません。若さの国府の侍でございます。名は金沢の武宏、年は二十六歳でございました。いえ、優しい気立てでございますから、遺恨なぞ受けるはずはございません。 娘でございますか娘の名は政子。年は19歳でございます。これは男にも劣らぬくらい家畜気の女でございますが、まだ一度も竹弘のほかには男を持ったことはございません。顔は色の浅黒い、左の目尻にほくろのある小さい売りざね顔でございます。 武広は昨日娘と一緒に若さへ立ったのでございますが、こんなことになりますとは何という因果でございましょう。しかし娘はどうなりましたやら、婿のことは諦めましても、これだけは心配でなりません。どうかこの乳母が一生のお願いでございますから、たとえ草木を分けましても、 娘の行方をお尋ねくださいまし。何にたせにくいのは、その多条丸とか何とか申す、盗人のやつでございます。婿ばかりか、娘までも。あとは、泣き入りて言葉なし。多条丸の白状。あの男を殺したのは私です。しかし、女は殺しはしません。 では、どこへ行ったのかそれは私にもわからないのです。まあ、お待ちなさい。いくら拷問にかけられても、知らないことは申されますまい。その上私もこうなれば、卑怯な隠し立てはしないつもりです。私は昨日の昼少し過ぎ、あの夫婦に出会いました。その時、風の吹いた拍子に、 虫の垂れ衣が上がったものですから、ちらりと女の顔が見えたのです。ちらりと見えたと思う瞬間には、もう見えなくなったのですが、一つにはそのためもあったのでしょう。私には、あの女の顔が、女菩薩のように見えたのです。私はそのとっさの間に、たとえ男は殺しても、女は奪おうと決心しました。 何男を殺す謎は、あなた方の思っているように大したことではありません。どうせ女を奪うとなれば、必ず男は殺されるのです。ただ、私は殺すときに腰の太刀を使うのですが、あなた方は太刀は使わない。ただ権力で殺す。金で殺す。どうかすると、 おためごかしの言葉だけでも殺すでしょう。なるほど、血は流れない。男は立派に生きている。しかし、それでも殺したのです。罪の深さを考えてみれば、あなた方が悪いか、私が悪いか、どちらが悪いかわかりません。皮肉なる微笑。しかし、男を殺さずとも、女を奪うことができれば、 別に不足はないわけです。いや、その時の心持ちでは、できるだけ男を殺さずに女を奪おうと決心したのです。が、あの山品の駅路では、とてもそんなことはできません。そこで私は山の中へ、あの夫婦を連れ込む工夫をしました。これも造作はありません。私はあの夫婦と道連れになると、 向こうの山には古塚がある。この古塚を暴いてみたら、鏡や太刀がたくさん出た。私は誰も知らないように山の影の藪の中へそういうものをうずめてある。もし望み手があるならば、どれでも安い値に売り渡したい。という話をしたのです。男はいつか私の話にだんだん心を動かし始めました。それから、 どうです。欲というものは恐ろしいではありませんか。それから半時も経たないうちに、あの夫婦は私と一緒に山道へ馬を向けていたのです。私はヤの前へ来ると、宝はこの中に埋めてある。見に来てくれと言いました。男は欲に乾いていますから、依存のあるはずはありません。が、女は、 馬も降りずに待っているというのです。またあの藪の茂っているのを見ては、そういうのも無理はありますまい。私はこれも実を言えば、思う壺にはまったのですから、女一人を残したまま、男と藪の中へ入りました。藪はしばらくの間は竹ばかりです。が、半丁ほど行ったところに、やや開いた杉村がある。 私の仕事を仕遂げるのには、これほど都合のいい場所はありません。私は藪を押し分けながら、宝は杉の下に埋めてあると、もっともらしい嘘をつきました。男は私にそう言われると、もう痩せすぎがすいて見える方へ、一生懸命に進んでいきます。そのうちに、竹がまばらになると、何本も杉が並んでいる。 私はそこへ来るが早いか、いきなり相手を組み伏せました。男も太刀を履いているだけに力は相当にあったようですが、不意を打たれてはたまりません。たちまち一本の杉の根型へくくりつけられてしまいました。縄ですか縄は盗人のありがたさに、いつ塀を越えるかわかりませんから、ちゃんと腰につけていたのです。 もちろん、声を出させないためにも、竹の落ち葉を頬張らせれば、他に面倒はありません。私は男を片付けてしまうと、今度はまた女のところへ、男が急病を起こしたらしいから、見に来てくれと言いに行きました。これも図星に当たったのは、申し上げるまでもありますまい。女は一目傘を脱いだまま、私に手を取られながら、 やぶの奥へ入ってきました。ところがそこへ来てみると、男は杉の根に縛られている。女はそれを一目見るなり、いつの間に懐から出していたか、きらりとさすがを引き抜きました。私はまだ今までに、あのくらい気性の激しい女は、一人も見たことがありません。もしその時でも油断していたらば、ひとにひばらをつかれたでしょう。 いや、それは身をかわしたところが、無に無残に切り立てられるうちには、どんな怪我もしかねなかったのです。が、私も多常丸ですから、どうにかこうにか太刀も抜かずに、とうとうさすがを撃ち落としました。いくら気のかった女でも、獲物がなければ仕方がありません。私はとうとう思い通り、男の命は取らずとも、 女を手に入れることができたのです。男の命は取らずとも。そうです。私はその上にも男を殺すつもりはなかったのです。ところが、泣き伏した女を後に、藪の外へ逃げようとすると、女は突然私の腕へ、気違いのようにすがりつきました。しかも、切れ切れに叫ぶのを聞けば、あなたが死ぬか、夫が死ぬか、 どちらか一人死んでくれ。二人の男に恥を見せるのは死ぬよりも辛いというのです。いや、そのうちどちらにしろ生き残った男に連れ添いたい。そうもあえぎあえぎ言うのです。私はその時猛然と男を殺したい気になりました。陰鬱なる興奮。こんなことを申し上げると、 きっと私はあなた方より残酷な人間に見えるでしょう。しかしそれはあなた方があの女の顔を見ないからです。ことにその一瞬間の燃えるような瞳を見ないからです。私は女と目を合わせたとき、たとえ雷に打ち殺されても、この女を妻にしたいと思いました。妻にしたい。私の念頭にあったのは、ただこういう一字だけです。 これは、あなた方の思うように、癒しい色欲ではありません。もしその時、色欲の他に何も望みがなかったとすれば、私は女を蹴倒しても、きっと逃げてしまったでしょう。男もそうすれば、私の立ちに血を塗ることにはならなかったのです。が、薄暗い藪の中に、じっと女の顔を見た刹那。私は、 男を殺さない限り、ここは猿いと覚悟しました。しかし、男を殺すにしても、卑怯な殺し方はしたくありません。私は、男の縄を解いた上、立ち打ちをしろと言いました。杉の根方に落ちていたのは、その時、捨て忘れた縄なのです。男は血相を変えたまま、太い立ちを引き抜きました。と、 思うと口も聞かずに、奮然と私へ飛びかかりました。その立ち打ちがどうなったかは、申し上げるまでもありますまい。私の立ちは、二十三号目に、相手の胸を貫きました。二十三号目に、どうかそれを忘れずにください。私は今でも、このことだけは、関心だと思っているのです。私と二十号切り結んだものは、天下に、 あの男一人だけですから。快活なる微笑。私は男が倒れると同時に、血に染まった刀を下げたなり、女の方を振り返りました。すると、どうです。あの女はどこにもいないではありませんか。私は女がどちらへ逃げたか、杉村の間を探してみました。が、竹の落ち葉の上には、それらしい跡も残っていません。 また耳を澄ませてみても聞こえるのはただ男の喉に断末魔の音がするだけです。ことによるとあの女は私が立ち打ちを始めるが早いか、人の助けでも呼ぶためにやぶをくぐって逃げたのかもしれない。私はそう考えると、今度は私の命ですから太刀や弓矢を奪ったなり、すぐにまた元の山道へ出ました。 そこにはまだ女の馬が静かに草を食っています。その後のことは申し上げるだけ、無用の口数に過ぎますまい。ただ都へ入る前に、太刀だけはもう手放していました。私の白状はこれだけです。どうせ一度は、王子の小にかける首と思っていますから、どうか、極刑に合わせてください。公然たる態度。 清水寺に来たれる女の残悔。その紺の水管を着た男は、私を手ごめにしてしまうと、縛られた夫を眺めながら、あざけるように笑いました。夫はどんなに無念だったでしょう。が、いくら身もだえをしても、体中にかかった縄目は、一層ひしひしと食い入るだけです。私は思わず夫のそばへ、 転ぶように走り寄りました。いえ、走り寄ろうとしたのです。しかし男はとっさの間に私をそこへ蹴倒しました。ちょうどその途端です。私は夫の目の中に何とも言いようのない輝きが宿っているのを悟りました。何とも言いようのない。私はあの目を思い出すと今でも身震いが出ずにはいられません。 口さえ一言も聞けない夫は、その刹那の目の中に一切の心を伝えたのです。しかし、そこにひらめいていたのは、怒りでもなければ悲しみでもない。ただ、私を蔑げんだ、冷たい光だったではありませんか。私は男に蹴られたよりも、その目の色に打たれたように、我知らず何か叫んだきり、 とうとう気を失ってしまいました。そのうちにやっと気がついてみると、あの紺の水管の男はもうどこかへ行っていました。後にはただ杉の根方に夫が縛られているだけです。私は竹の落ち葉の上にやっと体を起こしたなり、夫の顔を見守りました。が、夫の目の色は 少しもさっきと変わりません。やはり冷たい下げみの底に憎しみの色を見せているのです。恥ずかしさ、悲しさ、腹立たしさ。その時私の心の内は何と言えばいいかわかりません。私はよろよろ立ち上がりながら夫のそばへ近寄りました。あなた、もうこうなった上はあなたとご一緒にはおられません。 私は人思いに死ぬ覚悟です。しかし、あなたも推しになすってください。あなたは私の恥をご覧になりました。私はこのままあなた一人、お残し申すわけには参りません。私は一生懸命にこれだけのことを言いました。それでも夫は忌まわしそうに私を見つめているばかりなのです。 私は、避けそうな胸を押さえながら、夫の太刀を探しました。が、あの盗人に奪われたのでしょう。太刀はもちろん、弓矢さえも、藪の中には見当たりません。しかし、幸い、さすがだけは、私の足元に落ちているのです。私は、そのさすがを振り上げると、もう一度夫にこう言いました。では、お命をいただかせてください。 私もすぐに音もします。夫はこの言葉を聞いたとき、やっと唇を動かしました。もちろん口には笹の落ち葉がいっぱいに詰まっていますから、声は少しも聞こえません。が、私にはそれを見ると、たちまちその言葉を悟りました。夫は私を下げすんだまま、殺せと一言言ったのです。 私はほとんど夢うつつのうちに、夫の鼻田の水管の胸へ、ずぶりとさすがを差し通しました。私はまたこの時も、気を失ってしまったのでしょう。やっとあたりを見回した時には、夫はもう縛られたまま、とうに息が絶えていました。その青ざめた顔の上には、竹に混じった杉村の空から、 西日が一筋落ちているのです。私は泣き声を飲みながら死骸の縄を解き捨てました。そうして、そうして私がどうなったかそれだけはもう私には申し上げる力もありません。とにかく私はどうしても死にきる力がなかったのです。さすがを喉に突き立てたり、山の裾の池へ身を投げたり、 いろいろなこともしてみましたが、死にきれずにこうしている限り、これも自慢にはなりますまい。寂しき微笑。私のように不甲斐ないものは、大事大秘の観世音菩薩もお見放しなすったものかもしれません。しかし、夫を殺した私は、盗人の手ごめにあった私は、一体どうすればいいのでしょう。一体私は、 私は、突然、激しきすすり泣き。巫女の口を借りたる、資料の物語。盗人は妻を手ごめにすると、そこへ腰を下ろしたまま、いろいろ妻を慰め出した。俺はもちろん口は聞けない。体も杉の根に縛られている。が、俺はその間に、 何度も妻へ目配せをした。この男の言うことを真に受けるな。何を言っても嘘と思え。俺はそんな意味を伝えたいと思った。しかし妻は、小然と笹の落ち葉に座ったなり、じっと膝へ目をやっている。それがどうも、盗人の言葉に聞き入っているように見えるではないか。俺は、 妬ましさに身もだえをした。が、盗人は、それからそれへと、巧妙に話を進めている。一度でも肌身を怪我したとなれば、夫との仲も折り合うまい。そんな夫に連れ添っているより、自分の妻になる気はないか。自分は愛しいと思えばこそ、大それた真似も働いたのだ。盗人はとうとう、 大胆にもそういう話さえ持ち出した。盗人にこう言われると妻はうっとりと顔をもたげた。俺はまだあの時ほど美しい妻を見たことがない。しかしその美しい妻は現在縛られた俺を前になんと盗人に返事をしたか。俺は中央に迷っていても妻の返事を思い出すごとに 真偽に燃えなかった試しはない。妻は確かにこう言った。ではどこへでも連れて行ってください。長き沈黙。妻の罪はそれだけではない。それだけならば、この闇の中に今ほど俺も苦しみはしまい。しかし、妻は夢のように、盗人に手を取られながら、藪の外へ行こうとすると、 たちまち眼色を失ったなり、杉の根の俺を指さした。あの男を殺してください。私は、あの人が生きていては、あなたと一緒にはいられません。妻は、気が狂ったように、何度もこう叫び立てた。あの人を殺してください。この言葉は、嵐のように、今でも遠い闇の底へ、真っ逆さまに俺を突き落とそうとする。 一度でもこのくらい呪わしい言葉が人間の耳に触れたことがあろうか。一度でもこのくらい、突然ほとばしる長笑その言葉を聞いたときは、盗人さえ色を失ってしまった。あの人を殺してください。妻はそう叫びながら、盗人の腕にすがっている。盗人はじっと妻を見たまま殺すとも、 殺さぬとも返事をしない。と、思うか、思わないうちに、妻は、竹の落ち葉の上へ、ただ一蹴りに蹴倒された。再び、ほとばしるごとき嘲笑。盗人は静かに両腕を組むと、俺の姿へ目をやった。あの女はどうするつもりだ。殺すか、それとも助けてやるか。返事はただ、頷けばいい。 殺すか俺はこの言葉だけでも盗人の罪は許してやりたい。再び長き沈黙。妻は俺がためらううちに何か一声叫ぶが早いか、たちまち藪の奥へ走り出した。盗人もとっさに飛びかかったが、これは袖さえ捉えなかったらしい。俺はただ幻のように、 そういう景色を眺めていた。盗人は妻が逃げ去った後、立ちや弓矢を取り上げると、一箇所だけ俺の縄を切った。今度は俺の身の上だ。俺は盗人が矢部の外へ姿を隠してしまう時に、こう呟いたのを覚えている。その後はどこも静かだった。いや、まだ誰かの泣く声がする。 俺は縄を解きながらじっと耳を澄ませてみた。が、その声も気がついてみれば、俺自身の泣いている声だったのではないか。見たび長き沈黙。俺はやっと杉の根から疲れ果てた体を起こした。俺の前には妻が落としたさすがが一つ光っている。俺はそれを手に取ると、 一月に俺の胸へ刺した。何か生臭い塊が俺の口へこみ上げてくる。が、苦しみは少しもない。ただ、胸が冷たくなると、一層あたりがしんとしてしまった。ああ、なんという静かさだろう。この山陰の藪の空には、小鳥一はさえずりに来ない。ただ、 杉や竹の裏に寂しい日陰が漂っている。日陰が、それも次第に薄れてくる。もう杉や竹も見えない。俺はそこに倒れたまま深い静かさに包まれている。その時、誰か忍び足に俺のそばへ来たものがある。俺はそちらを見ようとした。が、 俺の周りには、いつか、薄闇が立ち込めている。誰か、その誰かは、見えない手に、そっと胸のさすがを抜いた。同時に、俺の口の中には、もう一度、血潮が溢れてくる。俺は、それぎり永久に、中央の闇に沈んでしまった。